わしの皮 B2 の続きを遊んでいきましょう。前回でレベル6までクリアしたんで、おダークキャッスル。レベル7に行きまし。相変わらずカインがひどい扱い食らってんな。このみんな勢揃いしてる感じは。おーとかステージがめっちゃ多い。なんか見覚えあるようなないような。でもこれ、前までのステージの方が見覚えはある感じかな。ということは前までのステージの方をがっつりやらせてもらってたような感じだったのかな。なんかこの辺りが一番見覚えあるかなと思ったけど、そうでもないような、あるようなっていう感じですね。てかステージが7つもあんのか。これはもうラストレベルってことでいいのかな。とりあえずやってみましょう。ワドちゃーん。壊れていく。復活はしないかな。下を探索している最中に、この TL ブロックが戻って、戻れなくなるみたいな。なんか、ごく稀にあるようなイメージだからね。お、なんかキノコ被ってない。あの針はちょっとレアだな。ていうか、クーだとやっぱりステージの攻略クッソラクだな。しかもコピー能力もあるからな。ぷかぷか浮いてるだけで、ガンガン敵を倒していきちまうぜ。これ最後、このワールドのボスが、ラスボスデデデだとして、どうなんだろうな、これ。アニマルと一緒に挑戦できんのかな。最後だからちょっとカービィだけで来てくださいね、みたいな感じになったりするのかな。ん？え？マジか、スクロール？え？おー、ちょっとスクロールな上に、しかも上が正解かよ。めっちゃレアだな、このパターン。あんまり見んよな。星があるぞと釣れ、あー、マジか。え？星に釣られたらアウトってこと？ゲロムズじゃないか、それ。残機が一気に持っていかれる。余裕を持って進むにはもう、一気に行くしかないんだな。だから本当に、あれを取れる人はすごいっていう、立ち位置なのかもしれない。全国からこんなに敵がいっぱい来るとは。この、なんだろうな、熾烈な感じ。やっぱりラストステージという雰囲気を感じるな。お、バーニングさんじゃん。ゲーム。来いよ。バーニング後ろよ。いてぇ。なんで俺がジャンプするの読めたのこの人。そういうのずるいと思います。うえ。これギリギリジャンプしなくても当たりそうな位置を狙ってきてんな、これ。バーニング。このバーニングは果たして足場が用意されてるってことは、カインでも攻略、あれできるようにしてんのかなと思ったけど、そういうわけではないよね。まあ、万が一カインで攻略しますって言っても、え、ゴール、カインじゃできないの？みたいなのじゃ、ちょっと、さすがにかわいそうだからな。そういう配慮なのかもしれない。お、一応、水中でもバーニングできるんだな。いでー！でももう、バーニングできなくなっちゃった。すごいな。なんか、水中で使えないコピー能力も結構あるイメージだったんだけど。でもなんか、星のカービー2は割と水中でも、程度の差はあれど、なんか、スパークの大きさが違うとかはあるけど、だいたい水中でも使えるイメージだね。なんかその辺、この前の作品と違った部分なのかもしれない。あれ？鳥を踏まない？敵は鳥を踏まないようになっている。これはどうなんだろうな。下にニードルが、鳥があるからニードルがいるんだよみたいな感じなのか。え、この先ニードル必須先を取らなくていいの？っていうパターンなのか。気になるな。ん？君は？お、クー。上を選んだからクーなのかな？たまたまだったのか。あれ？右に行くべきか？これ気になるな。ちょっと入ってみようか。へぇー。大量のイチャップー。これはラッキーですね。左下というか、左側のさっきの上行ったところ、あれ下だったらどうなったんだろうな。そういうのもちょっと見てみたい感じはするけど。お！え、びっくりしても。下なんかあるじゃん、やったぜと思ったんだけど。残念ながら、何もない。いや、でもこの感じで行くと、何かある可能性はあるよね。ぐぅ、ここまで何もないのかって思わせておいて、みたいな。あれ？何もないやんけ。どうなんだろうな、なんかあったんかな。お。無敵時間が長いのさ。
でも無敵時間が長いからか、やっぱり火力は低いんだよな、これ。すごいな、これ。頭に傘さして回ってるだけなのに、なんで無敵なんだろうな。空が超優遇されてる感じだよな、これ。傘でもいいんだけどな、ちょっと、相手のサンダーにしてみようか。まあ、サンダーというよりスパークなんだけどな。でもこう、天空から降らせていく感じはすごい、サンダーって感じがするよね。まあ、カービィのコピー能力も、うえぇ、見た目似てるけど、名前違うとか結構あるんだよな。大体、この電気のやつはスパークだけど、作品によってはプラズマって言われたりするもんね。おい、ちょ、これ、まさか、上から降らせてくるということを想定していたのか。ストーン。これ食うと、なんか、強さが噛み合ってないんだよな。どうしても下に行っちゃうから。しかもカービィだけが無敵になるんじゃなく、カービィだけが無敵になるから、食う自身はな。この、当たり判定弱いままという。カービィ、ストーンだ!って言ってストーンになって上にいる空が敵に狙われて死ぬみたいな。4コマ漫画とかあれば絶対そういうのありそうだな。デューン、よし。わからんぞ。空のストーンが意外と役に立つ場面がこの先来るかもしれん。え?これは、でも一応空にも当たり判定あんだな。不思議な感じだわ。これ右でいいのか?あば、怖いな。左上の方なかったような気がするんだよな。なんかあったような気がするっていうのは知って言って、じゃなくて、なんかあるとしたらあそこに置きそうだよなという感じだったんだけど。待って。もうあいつ、なんかカービィのフレンドを奪って5万円っていうところがなんかすごいいやらしいよな。君も一人だね。なぜあんなにも動物を嫌いしているんだろうな。親でも殺されたんかっていう感じだけど。いやでもあのサンアニマルはカービィに着く前は非常に極悪非道なことをしていたとか、あったりするんだろうか。言われのない罪を、与えるのは良くない。とか、こいつって近づいたら凍らされるんだな。知らんかった。アイス。ふっ。オッケー。冷静に考えてみると、おー、一応ピッと。めでたい。めでたいのはいいんだけど。その冷静に考えたら、このカービィたちについてるリック、カイン、クーの3匹って、カービィと出会うまで何やってたとか、どういう奴らなのか、いまいちよくわかんねえんだよな。実はカービィと出会う前は、ちょっと昔、俺もやんちゃしましたね、みたいな。昔はちょっと、そこら辺のモンスターをギッタンバッタン、なり倒していたんで、ちょっとそいつらの恨み、買ってることあるかもしれないっす。よっす、みたいな。そういうノリはあるのか。やだなぁ。仲間が、実は昔悪だったとか、考えたくないわ。なんかそういう奴らからの恨みを買っているとかだったら、まあそれも致し方ないのかなという感じはするけどな。まあちょっとカービィがいるところではやめておくれという感じだけどな。さて、お!あ、これ完全に左右反転してるバージョンか?よかったわ。これで、え、実は、これ、反転はしているけど、正解は上じゃなくて下なんだよみたいなことやられたら絶対引っかかってたからな。さて、これ以上はないか。入りましょう。あれ?もうゴール?痛い。どうせこいつ倒したら忍者もらえるしな。忍者じゃないや。いや。どっちみちカッターもらえるし、こいつからカッターをもらうぐらいがちょうどいいでしょう。おー、間違えた、しちゃったもん。まあ、いっか。勝ったなで使わへん、使わへん。ていうか、ステージ始まってすぐでもらえたから、取ろうと思えばいくらでもいけるでしょ。やったね。ていうか、こんなに残機増えるんだな、カービィ2って。いや。なんというか、初代の感じにコピー能力が足して、さらに、より初心者向けになったアクションゲームっていう感じがするね。この選択の幅は与えつつも、でもやっぱり、そのゲーム苦手な人でもしっかり遊びきれるようにっていう工夫がされているのかもしれないね。てか、ここもなんか左右対称になってない?この感じ見たもんな。となると、
多分この反転しているステージのどこにも、あれ、正解みたいなものはなくて。で、この、7ステージあって、7面だけが真ん中に配置されてたから、その真ん中だけが完全新規ステージみたいになってて、そこに隠しがあるんじゃないか?と見たね。でん。そう、ああ、そういうこと。あれ?戻れるのか。そうじゃないとこれ。いてててて。反転しているステージの片方にはボーナスがあって、もう片方にはないみたいなんだと、ちょっと、あれだもんな。あれ?ああ、これ、最初に1回目外したからか。そういうことっぽいな。もう1回入り出してもダメかい?ダメです。だから一発で上を引いて、その後すぐに出て下を見るっていうやつを入れないとダメなんだな。ん?マジか、ここも反転してんだな。トゲトリの位置が逆なんだ。ボイー。方向転換をすると下を経由していく合図ですね。でもこの辺はワンチャン隠し要素あってもおかしくなさそうな雰囲気だったけどな。これは、うわ、ちょ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 、あたちちちちち。ちょっとストーンは使わないかな。こいつを凍らせてしまおう。ギャーン。お!いいね。なんかちょっと優しくなってない?気のせいか。さて、6は ?3 と同じ形状のはずか。3ステージ目ってどんなんだったっけ?もう忘れてんだけど。思い出すかな?こんなステージあったっけ?全然記憶にないのですが。あーでもなんかちょっとあったような気も。しないでもないですが。まあ、とりあえず、俺の理屈で言えば多分、この辺に、隠しステージとか、このやり込み要素の例の隠しアイテムは置いてないと思うので、素直に進めばいいんじゃないかな。え、ちょっとちょ、もう入れられないじゃないか。逃れられない。ぐえー。画面狭いスクロールでこれやらせるの結構鬼畜やな。真ん中はダメだよな。ってことは上か。なんというかどっかに隠しが置いてあるのかなと思ったけど、この、なんというかやり直しの効かない感じを見ると、あれだね。どちらかというと、ちゃんと正解を見つけられるかなみたいな。ヒントは前のまでのステージで、どういう感じだったかを思い出してごらんみたいな。多分そういう形式なんでしょうね。これはどっち?上でいいのか。下だけが唯一の失敗。これもしかしたらこれ、ステージの形状が反転しているだけだから、こっちの方はステージが最後の方になるほど簡単になるとかあるのか?なんだこの見えない壁は、うわぁ!最後は下が正解なのね。ぐぅ。ここは地味にやらしいな。ま、さすがに何回もやって、最悪どうしても苦手だと思ったら、その道順を紙に書いとくとか、でメモしてやっていけば大丈夫なんだろうけど。これ上でいいんだったっけ?下じゃねえか、クソ!あー!帰れない。あー!帰れないんですけど。そして、あれか、イグジット見えてるけど、クリアしてないステージだから、できないんだな。こんなの死ぬしかないじゃない。俺の短期記録のなさを舐めるんじゃないぞ。こんなの覚えられるわけがないだろ?まあランダムじゃないだけな。全然優しいんだけど。これで一瞬でランダムで道が変わるので、それで判断してくださいとかだったら、もう絶望しかないけどな。ただ正直これ見分けつかねえよな。形状ほとんど同じだから。なので本当に覚えないとダメだね。これどっちだったっけ?確か上行って正解だったんだよね。これ左から進むときは、普通に真ん中を通っていれば正解なだけだったから難しくなかったわけだな。で、これ下でいいんだったっけ?よし。最後の最後で思い出してよかった。この形状で正解1個だけってなかなか厳しいよな。トゲトゲー。あ、トリトリが出てる間は無敵なんだな。もしかしてゴルドンも同じ理屈だったりするのかな?
いてててて。しかもこれ壁にぶつからないと吸い込めできないんだな。つまりこいつはなんかゴルドと同じ強さの秘密を持っているということでいいのか。なんかそういう可能性を感じると、ああ。鳥をまとっていて、この全身が真っ黒になっているときは、特別な状態を、まとっているから、一切攻撃を食らいません、みたいな。何かそういうのがあるのかも、しれない。ふっ、二回連続。かっこいいね。そして丸くなっていくと。